この子に、なんて言ってもらおう。スクラブさん、面白いですね。はい、これ来ております。スクラブさん、面白いですね。おー、みたいな感じですね。こんにちは、スクラブです。ツイッチのコメントを無料で可愛い女の子たちに読んでもらおうやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、この動画では、ボイスボックスっていうね、無料の音声読み上げソフトがあるんですけど、その中にね、すごい綺麗なね、声の、可愛い女の子の声がいっぱい入ってて、それをね、ツイッチのコメントを読むときに使ってみようじゃないかと。その方法がね、僕この前分かったので、それを配信者の皆さんに共有していこうじゃないかという動画になっております。もしね、興味ある方は最後まで見ていただけると嬉しいです。すごい内容簡単になってるんで、一緒についてきてもらえれば嬉しいなと思います。自分で配信始めて、大体もう4年とか5年ぐらい経つんですけど、音声読み上げソフトあるとすごい便利なんですよね。こう目を離していてもコメント勝手に入ってきたら読んでくれてすぐ反応できるっていうメリットがあったり、あとその読み上げてくれる声が可愛かったら配信してる時ちょっとテンション上がりますよね、正直。僕は実際ね、可愛い声で読んでもらえたら嬉しいなと思ったんで、これ導入してみたんですけど、本当にいい感じなので、もしね、気になっている方は絶対試してみてほしいです。早速ね、作業入っていく前に、簡単に手順とか使うアプリ紹介させてもらえればと思います。アプリね、上から紹介していくと、つべ読み。これがコメントビューワー。コメントを確認するソフト。この1個が棒読みちゃん。この棒読みちゃんは、音声読み上げソフト。なんで流れてきたコメントを読み上げるソフトになっています。で、このボイスボックスも音声を読み上げるソフトなんですけど、このボイスボックスにはもういろんなね、可愛い女の子の声、もう今回の要となる可愛い女の子の声がいっぱい入ってるんで、この女の子の声を棒読みちゃんに入れてあげようじゃないかと、連携させてあげようじゃないかっていう動画になっていて、その連携に必要になってくるアプリがこれ、SAPI4 ボイスボックス。自分でこうちゃんと書いてますね。棒読みちゃんとボイスボックスを連携するアプリですよっていう、この4つが必要になってくるアプリになります。どれもね、無料で利用することができます。ありがたいです、本当に。開発者の方ね、ありがとうございます。で、簡単に手順書いてみたんですけども、本当こんだけです。まず、つべ読み、コメントビューワーをダウンロード。次、音声を読み上げるソフト。これはまだ可愛い声入ってない状態をダウンロード。で、3番、とりあえず、可愛い声が入ってない状態でコメント読んでくれるか確認。4、ボイスボックスをインストール。可愛い声の女の子がいっぱい入ってるアプリをインストール。そのアプリを棒読みちゃん音声を読み上げるソフトと連携して、可愛い声をね、追加する。最後、配信にコメントを打って可愛い声を堪能すると、以上になっております。非常にね、簡単です。正直言うと。なので最後までしっかりついてきてもらえると嬉しいです。ちょっとね、分かりづらいところとかはね、適宜動画止めてもらったりしてやってもらえるといいのかなと思います。でまず早速、つべ読みをダウンロードからやっていきたいと思います。URL これ用意してあるの全部概要欄に共有してあるので、そちらから確認して進めていってもらえるといいかなと思います。ブラウザ開いてもらって URL ポンって打ってもらうと、はい、つべ読みのページに飛びます。で、つべ読みのダウンロードはここですね。このつべ読み 188.zip 188はこれバージョンの名前ですかね。ここ押してもらって Google ドライブのページに飛ぶんで、右上のダウンロードボタン押してもらって、はい、そうするとこんな感じでつべ読みダウンロードできます。つべ読みはね、 ZIP 形式のアプリになってるんで、もうこのまま ZIP 回答したらこのエグゼ開いてもらうとこんな感じでアプリが起動します。で、つべ読みは棒読みちゃんと連携してるアプリになるんで、こんな感じでね、棒読みちゃんをつべ読みが起動した時に勝手に一緒に立ち上げてくれる機能とかついてます。ちょっと今回は一旦棒読みちゃん後で入れるんで移動しないにしておきます。これ後からでも設定できます。ただ適当に一旦選んでもらって、これがつべ読みの画面ですね。まずツイッチのコメントをね、つべ読みに表示させたいんで、まずログインします。で押してもらって、ツイッチにリンクする。はい、これでツイッチに一旦ログインしていただきます。はい、で、ツイッチにログインすると、こんな感じで真っ白の画面が出ます。つべ読みに戻るとこんな感じで自分のアカウントの名前が出てきてて、もうこれでリンクは完了してます。 OK を押してもらうとここにアカウント表示されてれば OK です。
自分の配信のねコメントをここに表示させたいので、ここの URL っていうところに自分の配信の URL を入れてあげます。開いてもらって、これですね、こいつを入れる。で、開くを押すとこんな感じでスタンプね、自分の持ってる人は登録する画面が出るんで、これ登録してあげると結構便利です。はい、こんな感じでつぶ読みの方でコメントを表示する設定完了です。はい、次手順に棒読みちゃんダウンロードしていきます。棒読みちゃんはこれですね、2個目の URL を入れてあげて、こんな感じの画面になるんで、ちょっと下に行ってもらうと、ここダウンロードっていうところのこの大きい青いボタンですね、これ押してもらうとワンドライブの画面に行くんで、これこいつポンと押してもらうとすぐダウンロードできます。棒読みちゃんも ZIP 形式ですね、もうすぐこの中のエグゼファイルを押すと棒読みちゃんが起動するっていう感じです。はい、こいつです、棒読みちゃんの画面。棒読みちゃん初回起動するとこんな感じでなんか便利なプラグイン入れますかみたいなの言ってくれるんですけど、今回はね必要ないんで全部家にしてみたいと思います。もしね気になる人は一個一個調べて試してみてください。で、ボヨミちゃん最初ねこんな感じのちっちゃい画面に出てくるんですけど、音量がね100で結構でかいんで、ちょっとこれいきなりこの音量で読まれるとねびっくりしちゃうんで、まあ、僕は20ぐらいですかね、ちょっと下げ目にしておいてもらえるとびっくりしなくて済むのかなと思います。で、つぶ読みとボヨミちゃん起動して、ここちゃんと自分の URL 入れて開くっていうのを押しておくと、もうこれで自分のチャットを読んでくれる状態なので、一回ここでコメント読んでくれるか試してみたいと思います。テストいきます。はい、テスト。はい、こんな感じです。コメントビューはつぶ読みの方にテストっていうコメントが表示されて、で次こっちにテストっていう文字をボヨミちゃんが読んでくれて音声で読み上げてくれたっていう感じですね。ここから手順4、ボイスボックスをインストール。まだね、声は棒読みちゃん、普通の棒読みちゃん、可愛い声が入ってない状態なので、ここから可愛い声を入れていきたいと思います。まず、ボイスボックスインストールしていきます。ボイスボックスの URL は、こいつです。これを入力してもらって、そうするとね、わかりやすくダウンロードあるんで、押す。で、OS、Windows、GPU、CPU、こちらの方を選んでもらうといいかなと思います。でパッケージはね、絶対インストーラーの方がいいです。僕ね、ZIP も試したんですけど、なんかね、エラー入って、うまくね、読み上げてくれなかったんですよね、ZIP の方だと。なんで確実なのはインストーラーなんで、こっちやってもらえるといいかなと思います。どうしても試したい方はね、ZIP も試してみていいと思います。僕の環境だとね、ちょっとうまく動いてくれなかったです。はい、ボイスボックス来ましたね。セットアップウィザード開いて、はい、でこのちっちゃい画面でダウンロード始まるんで、ちょっとしばらくダウンロード待ってもらう形になります。お、そろそろダウンロードが終わりそうですかね。 99%100% と、はい、 OK です。これでボイスボックスのインストールが進んでくれて、はい、来ました。そしたらね、もうこの画面出てきたら、もう基本的には次へポンポン押してってもらえると、簡単にインストールできます。これもインストールを押してもらって、うん、インストール進んでくれてますね。もうこれで簡単にボイスボックスはインストールできちゃいます。はい、セットアップウィザード完了で、そしたらね、ボイスボックスを実行ってやつ、チェック入れて完了してもらうと勝手に起動するんでね、これで起動を確認したいと思います。起動してくれました。そしたら同意して使用開始押してもらって、まあ、追加キャラクターの紹介、まあこういうキャラが使えますよってちょっとボイスサンプルとか押せるんですけど、ちょっとね音声でかそうで怖いんでちょっと押さないでおきます。で完了して、返す工事のためのお願い、あーなるほど、押したボタンとかのね利用率とかが分かるって書いてありますね。これね、開発者の人これ無料で提供してくれてるんでね、個人情報とか抜かれるわけじゃないと思うんで、開発者の方にとか押してあげると嬉しいんじゃないかなと思います。今回は一応許可しておきます。はい。で、この画面出たら、もうボイスボックス起動できてます。で、このボイスボックスをね、起動しただけでは、手順で言った通り、
ボイスボックス入れただけではまだ棒読みちゃんの声のまんまなんですよね。棒読みちゃんとボイスボックスを連携するアプリを使わないと可愛い声が増えないということで、次にこれインストールしていきたいと思います。 URL の一番下の API4VoiceBox ってやつを URL 開いてもらって、はい、で GitHub の画面に進むんですけど、ちょっとね、下に行ってもらうと、ここ、アセッツっていうところ。ここの、こいつですね。SAPI4VoiceBox Setup。これ32と64があるんですけど、これね、32を選んでください。というのも、64bit の方、自分も最初試したんですけど、こっちだとね、うまく音声を映すことがなんかできなくて、32の方を使ったら簡単にできたんで、一旦ね、32選んでもらうといいのかなと思います。ちょっと64、環境によってもしかしたら違うのかなって思います。開いてもらって、そうするとこんな感じでセットアップ2つ入ってるんで、上のセットアップエグゼを開くんですけど、その前に、ボイスボックスとボエミちゃん、ちゃんと落としてください。これをちゃんと閉じた状態で起動しないとうまくいかないことがなぜか多いです。というかうまくいかなかったです、僕は。なので気をつけてください。で、閉じたのを確認したら、用意する。基本的にはもう次へを押してってもらって進めていくと、はい、こんな感じで自体ウィンドウ、見慣れないウィンドウが出てきます。この一番上のやつ選ぶと、ボイスボックスっていろいろキャラクターがいて、まあ、こう自分の入れたいキャラクターのみ選択することができたりするんですけど、まあ、最初はね、ドイツがなんだかちょっとよくわかんないっていうことが多いと思うんで、一旦ね、全部の声入れちゃいましょうっていうのが自分のおすすめです。そんな思いとかないんでね、簡単にできるんで、後からね、選ぶことも可能なので、一旦全部入れちゃおうと思います。そして、はい、来ました。で、ボイスボックスを起動しましたかっていうのは、ここで出てくるので、ここで、さっき閉じたボイスボックスをもう一度、開きます。はい、OK です。そしたら、ボイスボックスを起動したら、起動したよっていうのを押してあげて、閉じる。よし、OK です。棒読みちゃんを起動すると、ここですね、声質ってところをパッて押してもらうと、ウォーズラーみたいな感じですね。まあ、ボイスボックスのここに入ってるキャラクターたちが、全部この棒読みちゃんのここに入ってきてくれてるっていう感じですね。でちょっと早速、どの子かにコメントを読んでもらおうかなと思うので、ちょっとね、この棒読みちゃんのウィンドウちっちゃいと、右側が切れちゃってるんで、ちょっとね、棒読みちゃん大きくします。はい、で、人気なのは多分このズンダモンのノーマル、これ選択してみたいと思います。音量20で OK で、この三種の神器、棒読みちゃん、ボイスボックス、つべ読み、この3つを起動している状態でツイッチにコメントを打っていきます。言います。なんて言ってもらおうかな。スクラブさん、こんにちは。よし、これでいきたいと思います。スクラブさん、こんにちは、いきたいと思います。言います。はい。スクラブさん、こんにちは。おーっていう感じですね。これはズンダモンちゃんっていうこの声ですね。じゃあどうですかね、これ。結構簡単じゃないですか？この3つはね、ちょっと起動しないといけないっていうのが少し大変かもしれないんですけど、簡単にね、ボイスボックスの可愛い声で読んでもらえるようになるっていう手順です。せっかくなんで他の声も試してみよう。僕ね、確か、これ、メイメイひまりちゃん。この子結構ね、自分好きだったような記憶があるんで、ちょっとこの子に、なんて言ってもらおうか。スクラブさん、面白いですね。はい、これ来ております。スクラブさん面白いですね。おーみたいな感じですね。いや、これがね、常にコメント来るたびにこの声で読んでもらえるっていうのはね、まあ、配信してても嬉しいし、見る人側もなんか気持ちいいですよね。こういう可愛い声で読んでくれると、まあ、こう配信のね、品質というか、なんかこの配信ちゃんとしてるかもみたいな雰囲気も出せるんで、これ入れるのね、結構おすすめかなって思います。手順もね、そんなに難しくなかったと思うので、もしね、棒読みちゃんの声に飽きたとかね、まあ、こういう可愛い女の子の声で読んでほしいとか、そういうのがある場合は、まあ、この手順やってもらえると、簡単にね、可愛い女の子の声でツイッチのコメントを読んでもらえると思います。
手順はね、以上になりますんで、良い配信ライフ、ストリーミングライフ、送っていただければと思います。で、僕ね、Twitch でゲーム配信とかよくやってるんで、もしね、今回の動画で、ちょっと分かりづらいなとか、ちょっとここ教えてほしいなみたいなとこ、もしあれば、ぜひね、配信まで遊びに来て、聞いていただければ、多分ね、お答えできるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひ配信遊びに来てください。Twitch のね、チャンネル登録とか、あと Twitter のフォロー、あと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。してもらえるとすごい嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。配信で会いましょう。バイバイ。一緒にバイバイよ。バイ。バイバイ。バイバイ。あ、叫びちゃった。バイバイ。